こんにちは、いなこです。ここははい、散らかってますね。ここはリビングがそっちにあって、こっちがここら辺の空間が子供が遊ぶ空間っていう感じで、そっちの方が私のパソコンスペースっていう感じで、ちょっとあるんですけど、おもちゃ出しっぱなしっていうのもあるんですけどね。散らかってますね。下にこうね、カラフルなマットを全体的に敷いてるんですけど、ここって本来は和室なんですよ。はい、こんな感じで本当は畳なんですよね。何かとこう汚したりとか、ちっちゃい子供だとするだろうなと思って、このマットを敷いてたんですよ、カラフルな。たまにこの下掃除機がけしたりとか、カビとか生えないように部屋全体をあんまり湿度上げないように気をつけたりとか、してたんですけど、このジョイントマットも新しくしても2年ぐらい経つし、そろそろ新しいのにまたしようかなって思っていて、このジョイントマットを変えるタイミングで、ここの部屋を本来の、とっても気持ちがいい和室に、蘇らせたいなと思ってるんですよね。こんな感じでごちゃごちゃなんですけど、本来和室ってもっとなんか、落ち着くわみたいな雰囲気が和室のいいところだと思うんですよね。その和室のいいところを全部ちょっと台無しにしてしまってる感じの部屋なので、ちょっと本来の和室を蘇らせたいなと思ってます。上敷っていうんですかね、畳の上に畳のシートみたいな、いぐさでできたシートみたいなのを畳の上に敷いて、もう本当にいかにも和室みたいな、ちゃんと癒されるような部屋にね、したいと思います。はい、いらないものを処分いらないものを処分っていう作業を、やっていきたいと思います。はい、ということで、だいぶ綺麗になりました。はい、こっちも何にもなくなって、ぐるーっとね、はーい、ここにちょっと配線がいっぱいあるんですけど、いやー、すっ
きりしましたね。イグサのこの香り最高ですね。あー、いい香り。いやー、いい香りだわ。この上敷きを留める用の画鋲も買ってあるんですけど、どうだろう、このまま使っていこうかななんて思います。